2023年9月18日午前1時半に起床、櫛形山登山と富士山撮影に出発。国道1号52号経由で中部横断道6複合インターで降ります。再び国道52号を経て南アルプス市から丸山林道、道路が狭く落石もあるので運転注意です。富士山撮影の敵地が暗くてわからないです。その時撮影する人を発見。満天の星空、天の川、雲海、富士山がベストです。さ、スウェーデータは ISO3200F5.6 10秒冬の大三角形を取ります。最後は ISO100F11 10分、並行してタイムラプスを仕掛けます。先ほどの親切な方に正規の撮影場所を教えていただきました。って、テントで泊まり込みの人もいるようです。朝焼けと富士山、スキーを前傾に入れました。チャンネル登録よろしくお願いします。